ではいつものドラムレッスンの後の、昨日の OP からの思いをかっちゃんに喋っていただきます。よろしくお願いします。今日と思ったのは、彼女が亡くなって先生に彼女からのメッセージっていうか、松下さんのことを支えてあげてくださいっていうの、うん、支えてでよかったよね、確か違ったっけ、なんかそういうあれだったよね確か、うん、なんかそれを思い出して第3ラインより、うん、第2ラインっていうことを、うんうん、そいつはすごく思った、うん、だからつまりそっちの方を自分と自分の家族ではなくて、うん、第2ラインはすごくなんかそれをすごく思い出して、うん、今の段階はすごく第2ラインの方に意識が向いたっていうことだね、うんうん、ミサイちゃんのこと、ミサイちゃんが私たちやかっちゃんに願ってることっていうのも考えてみるとっていう話もあったけれども、その辺はどう？うん、でもそれも、うん、それを思い出して、うん、じゃあ具体的にどういうことかっていうことになると、うん、でもまずは、うん、まずはっていうか、それをなんかすごく思い出して。うん、それっていうのは松下さんのことを、松下さんのことを支えてやる、支えてでよかったよ、違ったから、うんうん、いいと思うよ、うんうん、それはすごく意識にはあります、うん、まず今それぐらいかな、言えるのは、うん、それじゃあ恩を返すとかそんなこともあったけれども、うん、でもね、そこをそれかな、うん、自分のことよりも、うん、自分のことよりも、うん、まだ他にもたくさんきっとあるだろうけど、うん、ごめんなさい、まだそれが全部結びついてないけど、でもそれをまず思い出、あの一つずつね、うん、出てきた、うん、出てきたっていうか思い出した、思い出した、うんうん、まあすみません、まずそれぐらいしかないですけど、うん、いいだよ、ミサイちゃんはさ、よくイエス様に感謝するとか、こう、賛美を捧げるとか、そんなこと言ってたりしてたじゃない、うん、その辺も、うんと、まだそこと、うん、今の松下さんをっていうのと全部、ね、うんうん、こう通ってないというか一致してないというか、うんうん、その松下さんをっていうのはどんな感じがある？具体的な行動っていうと、うん、でもつかないけど、でも、うん、ヒーリングするなり祈るなりっていうのはまず最初だよね、うん、でも松下さんまだずっとそっちの意識っていうか、うん、そっちの意識、まあ、わかんない、どうしてんのかわかんない、そっちの意識っていうのは、うん、自分たちのことよりも、うん、でも行為っていうとなるとどうすればいいのかなって思っちゃう、うん、でこうやって言っとっても、この昨日帰りに松下さんと少し話をし、車まで送ってく時にね、少し話をし、うん、したよとか言って松下さん言ってたけどさ、うんうん、松下さんから言われたことなんかはどんなふうな感じでいる？どんなふうな感じで、うん、でも臨時 OP どうかなとか、セッション頼まないとかいう話をしたって言って、臨時 OP は正直
昼間は厳しい、うん、セッションは、いやセッションは、うん、松下さんにも言っただけど、うん、まあ、ちょっと電話で先生にもちょっとお願いしたことをしたんだけど、うんうん、ちょっとそういう時じゃないのかなと思って、うんうん、まあ別に先生から返事いただかなかったからどうってことじゃなくて、うん、でも、うん、まだそういう、まあ呼ばれてないっていうかなのかなと思って、俺はそういうふうに思ったので、ちょっと今はしてないです。うん、呼ばれるっていうより自分が気持ちを向けるっていうのはどう？自分が気持ちを向けるってどういうこと？例えばそうだね、仕事がなかなか思うようにいかないであれだろうけど、ちょっとでも今までさ、ミサちゃんいる時に結構時間的に昼中に夕方の6時ぐらいのとか5時ぐらいの時でもこう出てきた時あったじゃない、うん、あれはなので、うん、まあ、ちょっと今現場のところになっちゃうって言うと言い訳になっちゃうんだけど、いや、うんうん、今のところね、ちょっと仕事量も多いし、うん、こうやっぱり、うん、より例えば夕方6時7時ぐらい、まあ、だな 5時、まあ、時間はあれだけど、うんうん、早めに切り上げていけるときと、もう2時、3時だと、っていうのだと、だいぶそれが、まあ、週に何回かのうちの1回、2回でもっていうふうに。月に1回とかね。月に1回というか、週に1回ぐらい。ならなんとかなりそう。うん。だけど、うん、でももう、正直昨日でもだいぶ気遅れしたとこも、あったもんね、やっぱり気遅れした。私たちがちょっといろんなこと言ったもんで。いや、それはいいんだけど、うん、うん、何が気遅れしちゃった？自分が臨時に行ってないことで、うんうん、話にやっぱりついていけないっていうか、うん、もうそのこ、うん、もちろん皆さん書いてくださるので、それ読んでるので、うん、そこはカバーしてるつもりだけど、でも、うん、ね、そこから急に話にっていうのも、だからそれ言ってないからっていうので言い訳にしちゃいかんだろうけど、うん、まず今思ってるのは、うんうん、もうちょっと、うん、セッションも含めて、うんうん、もう一回先生に連絡するとこからな、うん、かな。例えばさ、シオン君たちが行きたくないとか、うん、そういう意味じゃない、そういうことじゃなくて、うんうん、それは大変だと思うよ。ちょっと気遅れした。気遅れ、セッションにしても、うん、あんまりにも離れすぎちゃったもんで、そういうことじゃなくて、うん、どういうこと？やっぱり連絡、じゃあ、うん、自分が何回でもすればいいんだけど、セッションお願いしますっていうこと、うんうん、やっぱり、うん、じゃあセッションに関してはそうだけど、昨日出るのに気遅れしたっていうのは、もう最初からやっぱり、うんうん、みんなの勢いとちょっと勢いとか、うんうん、それ別にみんながどうこうじゃなくて、自分がやっぱりそういう風になっちゃったっていうのは、うんうん、そこはちょっと次からはもうちょっとか、うん、何が違ったんだろうね、うん、どう思う？それもちょっと今日考えたんだけど、うんうん、つまり、うん、2人が寝ちゃったっていうのは、そう眠らしたっていうこともあるしさ、やっぱり。いや、それはまたちょっと違うと思うよ。うん、それ何、2人が寝ちゃったというのを、寝たのは気がついてた、うん、OP の時に、うん。注意する気にはなれんかった。だけど、言う気にもなれんかった。寝とるじゃんとか。うん、いや、眠い話なんだなと思って、寝ちゃうような話なんだなと思って。だけど、私なんか2人寝てるの全然知らんかったんだよ。そうなの？うん。でも松田さんが喋らんもんで、なんか言わんって言っただけで、寝てること私全然知らんかったじゃん。で、杉山さん寝てるのも全然知らんかった。杉山さん軽く指かいてたからな。聞こえへんか。私なんかも、まあ、かっちゃんと一生懸命話すのが精一杯でさ。もうそうそうそう。そういう話になってるんだなと思って。うん。うん、俺は、それは多分で、自分が。俺の話し方が、話す内容が、ちょっと眠くなるような内容だったかや、という感じ。眠くなる内容っていうか、うん、内容っていうか、うん、雰囲気っていうか、態度っていうか、話し方っていうか。
あのそうじゃなくて眠ったのはそのかっちゃんとかそうじゃなくて私それこそ闇の仕業だと思ってるところあるけど。あ、そうなの？うん。それどういうこと？闇が眠らかしてるとか、それとか。じゃあでもね、なんか何の原因で私たちが話してる内容においてとか、いや、あの、いや俺は単純なもんで、うん、話にと思うだろ、普通は。ついていけんのかなと思って、うん、ついていけんじゃなくて、そういう内容になっちゃったのかなと思って、それは興味ないのかなとか。いや興味っていうよりも、うん、俺が醸し出すそのあの感じが操作してるのか、眠らしてるのかなと思って、うん、まあ極端に言うと私から私もこうなんか上から眠るような邪気やなんかを出してるかなということか。うん、それもあるかもしれんけど、逆に眠らしあのそこへ介入させないように眠らかしておいたかもしれんよ。うん、そこまでちょっとあの頭回らんかったけど、うんうん、だけどあ、まあ、その時回らん、ね、その時は回らんでも、うん、後で考えたらそういう風だって。でだから眠ってる時にもそんなこと思ったりする、ね、あっち眠っちゃったのに俺面白い話してねえのかなとか、面白い話とかじゃなくて、そういう形で考える、うん、そうは思わんけど、うん、とにかく雰囲気がそういう雰囲気になっちゃったってことは、あの自分にもその責任はあるというふうに思わんと、ただなんで眠っちゃうだっていう話になっちゃうじゃん。うん。うん、その特定のなんかっていうことじゃなくて、なんかが親働いてるから寝てる、ね、なんかが寝ちゃうんだと思う。合成っていうか、うん、ね、うん、集まってそういうふうになっちゃうのかなっていうふうにも考えられるし。うん。なので。寝ちゃったこと自体をどうこうっていうのは俺は別になかったので、なのでそこも次の課題っていうか自分にとってっていう意味、うん、それは自分の課題っていうことは話す内容を考えようっていう意味。そういうことじゃなくて、何のかどういう課題、そういう態度だよね。態度、姿勢っていうか、俺はいつもどうしてもイタリアの彼女のことばかりになっちゃうので、うんうん、それがいかんかったかなと思ってるわけ、うん、それだけじゃないと思うけど、それはやっぱり大きいと思う。みそりちゃんの話したことではないと思うけどね。じゃあダメで、それを木野先生が言うみたいに、うん、言われたみたいに、うん、それをただ後悔するばっかり、うん、話してはいかんっていう昨日の話を先生が指摘されたことを聞いて、うんうん、例えば昨日のことでも、あの、あれ月山、じゃあ録音聞いた、うん、あれは結局はある意味采配だったと。采配、采配だからかっちゃんと先生がきちんと話ができて、月山さんや私もトイレ行きたくてしょうがないから話半分で聞いたような聞いてないよだから、そっちに意識が向いてないわけじゃない。そうすると、うん、向いて、あの聞かなくちゃと思いながら、どうしようここで声挟んじゃまずいし我慢するしかないけど持つかしらとかさ、変なことばっか考えとったわけね。だからかっちゃんの変なことなのそれは、うん、まあいいじゃん、うんうん、かっちゃんの話に集中してなかったわけだ。で月山さんも松下さんもそういう意味では寝とったっていうことは、母ちゃんの意識が向いてなかったから、変な言い方するとさっき の, はあの母ちゃんが頭から湯気出してあの、月山さんを寝させたということを考えると、逆に私たちが2人の話をするのに余分な変なものを出さずに2人だけで話ができたという、そういう機会を作ってもらったという考え方ができるわけじゃない。うん、そんなこと全然思わないけど、うん、だけどそういう見方ができるってことだ。うん、あ、そうなんだ。そうそう、うん、だから2人だけできちんと話をして、先生の話もだからかっちゃんなんかにちゃんと届いたわけじゃない、うん、私らがこう邪魔しなかったから、そういう意味ではそれはそういう、あの、なんていうのかな、していただいたというか、そういう時間を作ってもらったということなんだよ。うんうん、だから昨日先生に言われたことは、うんうん、おっしゃってくれたことは、うん、ちょっと本当、あの、コメントにもあったけど、うん、うん、
な、学ぶことっていうのは、学ぶことに、ごめん、もはや先生が何て書かれたか忘れちゃったけど、死からのサインっていうのか、死のお守りって書いてあったと思うけど、とにかくこうだなっていうこと、うんうんうん、だけど順番があるわけだから、下から順番に積み上げていくと最終的に本当に意味がたくさんあるわけだから、ミサイちゃんからのメッセージにしたって段階が順番にあるわけじゃない。彼女が伝えようと思うこともこんなにあって、下から順番にこう少しずつこう割れていくと最終的に彼女の本当の願いっていうのも見えるわけだよ、うん、だからその時その時に受け取ったものをちゃんと受け取って、みんなにも話をして分かち合って納得して、そうだねって言っとくと、また一つ上の彼女からのメッセージがまたもらえるじゃん。とにかく今日は、うん、それを思い出した、うん、松下さんはって、うん、そいつは、うん、すみません、まだここまでです。いやいや、いいんだけど、うん、分かってるな、分からないような返事になっちゃいました、すみません、お願いします、うん、いやいや、気遅れしたっていうところがちょっと、気遅れっていう言葉になっちゃうからだけど、うん、どう言えばいいのかな、同じ勢いにすぐにっていうか最後までならなかったかもしれないけど、うん、それはちょっとあった、うん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 、まあ時々まあ、これ1週間に一遍喋ってくってことなんだけれども、ドラムの後に、うん、だけどその間にももう1回ぐらい動画を喋らんかね、うん、動画厳しい、何ならいい、すごく時間がかかる、簡単に前は、うん、例えば集中前とか前は割とそれでも、うん、苦手だと言いながらでもできてきたじゃん、うん。